JR 国立駅南口の近くに今月初め、地元産の採れたて野菜を販売する直売店がオープンしました。店を立ち上げたのは20代の若者2人です。今月1日にオープンした地元産野菜の直売店、春夏春夏。国立を中心におよそ30の農家と契約していて、1日2回10軒前後の農家を回ります。収穫した新鮮な野菜をすぐに店頭に並べるのが特徴です。野菜にはいつ収穫されたかが記されています。鮮度に一番こだわっているということで、葉物の野菜はその日中に売り切るのが基本だそうです。店を立ち上げたのは国立市にある一橋大学 OB の菱沼さんと渋谷さんです。大学時代、二人は商店街の活性化に取り組むサークルで活動していました。卒業後は別々の会社で働いていましたが、去年2月、サークル時代に知り合った NPO 法人の運営者から野菜の即売会の事業を引き継ぐことに。会社を辞め、即売会を続けるうちに、常設の直売店を開くことを決めたといいます。お客様が毎日新鮮な野菜を食べられるということは大事だと思っています。やはり都市農業の魅力を伝えるために一番大事なことは鮮度を伝えることだと思っていまして、これからもっといいお店にしていきたいと思っています。2人の夢はまだ始まったばかり。国立から都市農業の活性化を目指します。